はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、これは、オーモンカップ。これな、何のあれだっけ？市島だっけ？あ、市島酒造ですね。僕の、地元の、柴田のね、市島酒造株式会社の、まあ、大門っていうのは、その、市島酒造の、お酒の、まあ、大門っていうお酒、ですね。うん。のカップ酒と。アルコール度数が15度。で、これもですね、まあ、ここにね、メモリがついてて 180ml なんですけど、ね。新潟県新発田市、なんとか庵町、わからん。ね。の市島酒造。これもですね、この赤色の、この大門カップなんですが、まあ、以前飲んだ、なんだっけ、富士の井カップだっけ、富士カップか。あれにもう非常に、ね、馴染み深い、このね、いわゆる、この瓶で、コップ代わりにしてたっていうぐらいのものです。うん。まあ、それをね、飲んでいきたいと思います。硬い。硬った。リングを手前に引きゆっくりと。いたたたたた。硬い。先ほど関係ないんですが、マドカマギカの、劇場版の、なんだっけ、前編と後編だっけ、見てきました。ニコ生のね、で、一挙放送があったんで。それは乾杯。うん。ああ。これすっきりですね。大門カップ。カップ。市島酒造。うん。うん。まあ、大門。まあ、他に。夢っていう、ね、お酒も、まあ日本酒ですけど、あったりするんですが、うん。これ見学できるっぽいですね。入場無料。入場時間9時から16時。休館日が年末年始。うん。うん。なんかすごい、飲みやすい。うん。これ飲みやすいですね。くどくなく、すっきり水みたいな感じで飲みやすい。うん。うん。飲みやすいね。まあ、これ、柴田の、ほら、酒の陣で飲んだのが、秀松のなんちゃらかんちゃらとかってなってて、これは飲んだことなかったんですけどね。うん。うん。すごい。辛口。なんか辛口。っぽいですね。日本酒度がプラス3。うん。プラス3か。値段200円。これね、甘くはないですね。うん。うん。もう甘さがね、ほぼないです。ほとんどない。あ、だからこれ、あれなのか。で、こう、
すごいスッキリしてるんで、うん、ほとんどね、水みたいな感じですね、これはね、黄門は。うん、富士カップに比べると、断然こっちの方が飲みやすい。うん。うん、これは、非常に飲みやすい。市島か。でも、まあでも、ちょっとやっぱ普通の、あの日本酒とちょっと違うね、これはね。違うっていうか、うん。あんまりコクがないので、うん。すごいドライな感じの日本酒ですね。うん。うん。すごい。これはちょっと厚感にしないとまともに、なんていうかな。なんかあんまり、酒の良さがわかんないというか、逆にね。従業員数が30人になってる。すっくな。はあ。たった30人か。すげえ。うん。逆にこのすごいキレの良さと、ね。これがあれなんじゃないですかね。うん。良さなんじゃない？うん。うん。これちょっと熱感で飲もうかな。ね。ですね。こちらのニュース、市島酒造株式会社のホームページに書いてあるニュースがあるんですが、第84回関東信越、国税局酒類品評会純米酒の部で優秀賞か。黄門の、純米原酒ですね。なるほど。これどこにあるの？市島酒造って、大体。あ、柴田駅のもう目の前じゃねえか。目の前っていうか、すぐ前あたりにあるな。はあ。こんなところにあったんですかね。知らなかった。はあ、柴田駅の面、まん前にあるじゃん。まん前じゃねえけど。はあ。ちょっと半分ぐらい飲んだんで、ちょっと熱感にしたいと思います。
よいしょ。まあ、窓かマギか、マギか、なんですが。ですね。まあ、劇場版はあれですね。アニメ版の、アニメ版が確か全話で12話ぐらいかな、あるんですけど。それを、まあ、前編と後編の2つに分けた感じ。2つに濃縮したっつうか。まあ、いわゆる、ね、エヴァみたいなもんですよね。あ、一応3話あるのか。エヴァのほら、ジョとエヴァの新劇場版みたいなもんですね。あれもだいぶもう濃縮されてるじゃないですか。あれですね。まさしく。あれともう、何にも変わらない。で、若干こう、まあ、わかりやすくなってる。じゃあ、なってるのかな。でも、見た限りはほとんど変わんないですね。何が変わったのかよくわかってない。うん。ので、うん、パパッと見るときは、やっぱね、そっちの方がいいかもしれないですね。だいたい、前編後編、合わせて4時間ぐらいだったんで、うん。そんぐらいかな。でもどちらにしろ12話ですからね、たった。人はだいたい30分でしょ？としたらさ、大して変わんないじゃん。ね。12話だから別にそんなに長くもないですよね。うん。まあでもホムホムは可愛いですね。ホムホムは一番俺好きなんですけど。まあ、正直、窓かマギかはちょっと舐めてた。というか、ね、そういうところがあったんで、個人的に。なんかほら、もう見た感じ、プリキュアみたいな感じなんかなってずっと思ってたんですよ。正直。うん。プリキュアを舐めてるのは間違いないんですけど、プリキュアは完全に舐めてます。あれは。だから、プリキュアみたいなもんなのかなと、俺ずーっと思ってたんですけど、全然違ったっていう。全然シリアス系の、あの、アニメだったな、という印象はありますね。うん。どちらかっていうと、シリアスっていうか、ちょっと残酷というか、ちょっとグロというか、だいぶこう、ダークなアニメだったな、と。全く、あれですね。プリキュアとは、個人的に真逆みたいな感じのアニメだったなというのが、まあ、第一印象ですね。うん、でも、これは大物関係ないか、これ関係ないのか。大物美味しいですね。美味しい。あの、普通の、日本酒って、やっぱり、こう、飲んだ時に、やっぱりブワーンと甘さが広がって、米のこう甘さがブワーンと広がるわけじゃないですか。まあそれがいいっていうことですけどね。個人的には俺それがダメなんですよ。ダメっていうか、ちょっと、んっていう感じがするんですよ。なんで非常に水みたいに飲みやすく、なおかつ、前ほら飲んだ、なんだっけな。ほんと水みたいなやつあったでしょ。ほんと水みたいなさ、なんか日本酒あったけど。まあ。あれよかまだいい。ちょっとやっぱり味があるかなと。いう感じもあれば、程よい、ね、感じだと思うんで。
よし、じゃあとりあえず熱燗にしまして、飲んでみましょうか。熱燗にしまーす。あちちち。ティファール、ティファールですね。ティファールちゃんか。うん。でも俺最初さ、この黄門っていうのが、いわゆる、黄門酒造とかだと思ったんですよ。でも違ったね。市島酒造って聞いたことない。ぶっちゃけこれ黄門にした方がよくねって。黄門酒造株式会社でよくねって思ったんですけど。だってもうさ、ここにデカデカと黄門って書いてあるわけでしょ。普通、ねえ。普通そこはちょっと、あれじゃねという感じなんですけどね。うねえ、やっぱり。それだったら、市島って、こう、ドカッと。1234の1に、島って書いて、普通のね、島って書いて、島、市島って。違ったわ。あれだ。何々市、柴田市とかの、市だ。市って書いて、市島って読ませるやつなんですけど。このね、市島酒造。でも個人的にね、俺あんまり、まあ、大吟醸とかいろいろ飲みましたけど、ね、酒の陣でね。正直ね、まあ、大吟醸は確かにまあ、甘かったね。大吟醸って基本的に全部甘いなと、思いましたね。大吟醸。基本的になんかこう、ふっくらとして、口当たりがまろやかで。ね。多分、大吟醸は大体、甘いんじゃないかな。結構甘かったね。全体的に。大体の大吟醸、すべてにおいて。甘かったっていうのは、記憶にあるんですけど、少なくとも値段相応のものではないなと。これだと、1万円とかするね。日本酒。大吟醸。蔵元最高級の大吟醸黄門。銀の計。1.8 リットル。1万円だって。クソ高え。クソ高え。純米大吟醸。純米大吟醸と大吟醸、普通の大吟醸と何が違うんかわからん。純米、よくわかんないですね。ね。個人的によくわからないけど。まあでもこの、ね。普通に市島っていうね、お酒もあるんで。本醸造、市島。本醸造、市島。ね。ありますね。なんか市島ってパッとしないよね、名前がね。言っちゃ悪いけど、黄門の方がこう、ドカッと来るよね、何かね。それじゃあ、ね、あっちちちちちちち、あっちあっち。それじゃあ、待ちに待った熱燗をいただきたいと思いますけど、これですね。今の時代、時代ちゃうわ。今の時期やっぱり寒いんで、ね、もう11月半ばになりましたけど、やっぱり熱燗が全てを決める。ではないか。乾杯。
うん。うん。やっぱ厚感にしてもね、非常にキレがある。これは。一般的な日本酒とは違う。これは。うん。一般的な普通酒とはちょっと一線を画してるね。これは。悪いけど。うん。正直、普通酒で今まで飲んできた普通酒で、俺確かうまいって記憶にあるのはあれぐれ新潟県の村上市のお酒、シーメハリツルと、あと、あれか。なんだっけ。なんだったっけな。あ、腰の影虎の竜。こちらも美味しかったですね。うん。まずパッと思い浮かんでカップ酒でうまかった。カップ酒って結局ほら、値段が200円ぐらいでしょ。安い。ね。のでうまかったって言うとやっぱ、シメハリツル。うん。腰の影虎もうまかったけど、シメハリが今んとこまあ、普通酒で言うと一番うまかったかな。あとは、うん。あ、菊水の白缶も美味しかったですね。菊水の通常の白いやつ。うん。あと菊水はやっぱり一番搾りのあの熟成っていう赤のやつですね。まああれは普通酒じゃないですけど。あれも美味しかったですね。うん、関係ないんですけど。あの、まあ、いいか。うん。一瞬言おうとしてやめたわ。うん。うん、美味しい。甘いんだけど、やっぱ熱くしたんで甘いんだけど、若干こう、うん、甘さがあるんだけども、くどくなく、なおかつ広がりもない。逆に言えばコクがない。だが逆に言うと、コクがない日本酒っていうのは、なかなかないです。逆に。すっきりとして、非常にこう、辛口な、こう、なんていうのかな。そういうのはまずないです。うん。逆にここまで、あれだと、潔いね。うん。ここまでコクがないっていうか、こう、キレがすごい。スキッとこう、あの、後味が消える。この感じが。うん。なかなか素晴らしい。うん、まあ、素晴らしいっていうか、まあ、うん、少なくとも今まで飲んできた中では、ないですね。ないタイプの日本酒ですね、これは。
でも、ゴロハチがな、普通にまずかった。っていうのがね、ニコチュー JC が踊ってみたで踊り手を撮影しているカメラマンにホテルに連れ込まれたことを暴露。13歳か。え、ちょっと待って。パニョられてはないんですって、どういう意味？パニョられる前までされた。ということは、まあ、エッチはされてないわけね。エッチはしてないわけ。13歳だろ。13歳に性欲があるとも思えん、女に少なくとも。13歳を39歳がホテルに連れ込まれたと。まあねえ。少なくとも13歳はちょっと、さすがにね。13歳はきついわ。性欲を感じないね。ガキすぎて。少なくとも。13歳ってことは中学2年ぐらい。まあ、そういう人いますからね。気をつけた方がいいです。ということで、大門カップ。これは、どうしようかな。いや、難しいんだよな、これな。確かに、ねえ、まあでも四つ星にしとくか。ちょっと三つ星と悩んだんですけど。これ四つ星。これは、ちょっと今までにないタイプの、あれでしたね。だいぶドライな、辛口な感じの、ね、ものでした。ぜひ飲んでみてください。まあ、売ってるか知らんけどね。ご視聴ありがとうございました。